今回の動画は劇場版ネタバレ注意になるのと、ちょっといつもの動画よりちょっと見たばっかりなのでテンション高めに話しようかもしれないんですが、ご容赦ください。シックアックです。では早速、絆の奇跡、そして柱稽古編の劇場版見てきたので、その感想を語らせていただきます。多分これサムネになっていると思うんですけど、アニメオリジナルがちょっと度肝を抜かれました。今日は早速そこを話しようと思うんですが、今回はアニメオリジナルでなんと柱たちが集合会議に集合するまでの、まあ、いきさつが描かれました。ただ正直そこに関しては僕想像してたんです。というのも、前回の刀鍛冶の里第1話では赤座たちが無限城に来るまでの、まあ、いきさつっていうのが描かれたので、柱もそれがあるんじゃないかなっていうのは、まあ、想像してたんです。ただそれ以上でした。今回アニメオリジナルで描かれたのが、品塚さねみ、そしてイグロオバナイの共同任務です。鬼との戦いが描かれました。もう劇場で見てて、まず刀鍛冶の里編が終わって、ああ終わったって、ああすごい感動したなって思ってたんですけど、今回に関してはその後の展開を特に楽しみにしてたんですが、映ったのは見知らぬ城、なんだこれと思ったら、草掛けから風柱品塚実美、そして蛇柱イグロオバナイ、二人は行方不明になった人を救うために任務に来ておりました。まさかの展開なんですけど、後付けで考えるなら、このパンフレット事前に読んでたんですけど、映画が始まる前にその時点で気づくべきでした。というのも、劇場で配られたこのパンフレットを見ると、蛇柱イグロオバナイ役の鈴村健一さんがインタビューでサネミと行動した時にみたいな話をしてるんですよ。で、原作読んでて、あれサネミと行動するシーンなんてあったかなみたいな、中央会議の話してんのかなとか思って、ちょっと何のこっちゃって思ってたんですけど、今回アニメオリジナルで大々的に描かれました。その戦闘シーンめちゃくちゃかっこよかったです。もちろんこれは今後テレビでも放送されると思うんで、そっちで見てもいいかなって方もいるかと思うんですが、僕この映画見た後に思ったのは、劇場版で見てよかったなっていう。サネミとオバナイがもう無双するんですけど、めちゃくちゃかっこいいっす。さらに言うと、柱が2人で共同で戦う場面って今までほとんど描かれてないっていうか、1回も描かれてないですよね。そしてこのサネミとオバナイっていう、まあ、現時点では若干ヒール気味の2人、この共闘っていうのがめちゃくちゃかっこいいと思いました。まあ細かい考察など実際いろいろ頭を巡ってるんですが、まあそれはまだ映画が放映されたばっかりですので、また今度行うとして、一点だけ、その戦いの中でサネミは一瞬ですが無限城に迷い込みます。サネミは自分は上下の鬼に出会えないとよく嘆いていますが、なんと敵の本拠地まで来ていたんですね。まあ無限城に入った経緯というのは、サネミが発見したというよりも、鬼を追いかけていったら一瞬迷い込んでしまって、そして気づいたら元の世界に戻っているみたいな一瞬の描写ではあったんですけど、サネミがこの時点でもう一度無限城に踏み込んできたっていうのは、アニメオリジナルとしてはかなり攻めた展開だなと思いました。この戦いは風の呼吸、蛇の呼吸をもうめちゃくちゃ堪能できる最高のシーンですので、ぜひまだ見てない人楽しみに見てみてください。そしてもう一点気になるのは、この劇場版一体原作でいうところどこまで進むのかっていうところなんですが、結論から言うと、原作の130話、つまり各柱、まあ柱稽古を行うことが決まったんですが、彼らがそれぞれどんな訓練をさせるのか、それが原作ではナレーションで説明されるわけですが、今回は贅沢に天元さんが説明をしてくれてます。天元さんの活躍が見れるのもこの柱稽古編のいいところですね。現役は引退してしまった天元さんなんですけど、やっぱりこの眼帯ですかね、この姿もめちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとその天元さん目を失ってるんで、あまり軽はずみには言えないんですけど、でもちょっとめちゃくちゃかっこいいと言わざるを得ない、そんな風に思うんですが、柱稽古編に関して言うと気になっているのが、例えばワンクールといえば11話とか丸々やるのか、それとも原作ではどうしても短いですので5話6話で終わってしまうのか、これは気になるところなんですが、今のところ僕が見た限りでは原作では一コマのものも結構時間をちゃんと使って説明してくれていたり、それでいて決してこう無理やり伸ばそうとしているこの間延び感っていうのはないんですよ。すごいスピーディーに感じました。ただやはり一コマを時間をかけて描いていることや、アニメオリジナルを大々的に入れてきたことを考えると、もしかしたらワンクール11話でやってくれるのかもしれないですし、あるいはもう
第1話は結構アニメオリジナル展開入れましたけど、こっから先はジェットコースター、もう一気に5話で終わってしまうとか、そういう可能性もどっちでも嬉しいなとは思うんですけど、今の僕の感覚としては11話でやるのか5話でやるのか、これは五分五分ぐらいだなって思ってるのが正直なところで、というのもいやいや1話であれだけアニオリ入れたんだから、この後もいっぱい入れて11話ぐらい膨らましてくれんじゃないのかなとも考えられるんですけど、これまでの経緯を見ていると、例えばアニメでは無限列車1話は原作で煉獄さんが戦っていない鬼、まあ切り裂き魔の鬼と戦うのが丸々入っていたり、また遊郭編でも炭治郎がカマキリの鬼と戦う、これも原作に登場していない鬼と戦っていたり、1話は割と冒険するというかアニメオリジナルこれまでは入ってきてるんですよね。そのことを考えると今回も1話はアニオリたくさんあるけど、その後はもうジェットコースターっていうパターンも考えられますし、ただ一方でジェットコースターで行っちゃうと今回5、6話で終わっちゃうんで、それはテレビの放送枠とか様々な兼ね合いでどうなのかなって、やっぱり11話にしなきゃいけないのかなとか、そういった点に関してはただのファンである僕にはちょっとわからないので、今のところは五分五分ぐらいかなと、まあ楽しみに待ちましょう。ただ一つ言えることは、もう詳細はまたねテレビ放送されたからお話しようと思うんですけど、サネミとオバナイのあの共闘シーンは考察しがいもありますし、何よりめちゃくちゃかっこいいです。もうかっこいいって何回も言ってるんですけど、それぐらい裏切らない出来になってます。ぜひまだ見てない人は楽しみにしてもらいたいなっていうふうに思います。そしてもう一つ、この柱稽古編で何と言っても気になってたのは主題歌誰が担当するのかなってことだったんですけど、ちょっとぶっ飛びました。コラボ曲なんですけど、 My First Story とハイドですよ、ラルクアンシエルですよ。これちょっと僕世代なんでめちゃくちゃびっくりしました。曲もめちゃくちゃおしゃれな感じで、また今回は映像美と共に見たので、まだ1回しか聴いてないということもあって、ちょっとじっくりどんな曲だったかっていうのは解説はできないんですけど、ただオープニングはやはり各柱が活躍してるシーン、戦ってるシーンが描かれているので、もうめちゃくちゃクオリティの高い出来になってます。個人的には親方様の描かれ方がめちゃくちゃ良かったです。これも見てもらうしかないです。さて柱稽古編については一旦ここまでとして、刀鍛冶の里編、これもちょっとオリジナルの展開というか新規シーンが追加されるんでお話しすると、前回の劇場版と同様に今回もオープニングがあったんですけど、今回曲がグレンゲなどのオープニングではなく全体的にエンディングテーマを使ってました。で特にやっぱり鬼滅というとグレンゲとかホムラって言われるんですけど、僕もそれももちろんその2曲はもう大好きなんですけど、ただ僕個人的にフロムザエッジ、まあそのリッチ編のエンディングすっごい好きなんですよね。それが今回使われたので、正直刀鍛冶の里はもう家でテレビで見たことあるからそんなにって感じかなってテンションに入ったんですけど、気づいたらオープニングで今までの炭治郎がどんな戦いをどんな生き様を見せてきたのかっていうことが描かれるんですけど、まあその From the Edge という曲に乗せてですけど、もうね目頭熱くなりました。油断してたのにいきなり目頭熱いっていう。そして物語が進んでかまどねずこの歌流れてる場面、もう家で何回も見てて展開分かってるのに劇場版で見るとまた泣けてくるんですよね。だからこれ僕だけかもしれないんですけど、劇場で泣くのちょっと恥ずかしくって、こう冷静になんかちょっとこう持ってこうっていう自分がいるのと、あともう一つはもうこの感情に身を任せてどんどん泣いてしまおうと思う自分がいて、だいたい喧嘩するんですけどいつもちょっと恥ずかしがってちょっと冷静に行こうというか勝っちゃうんすよね。一回でいいからなんか劇場でもう人目をはばからずポロポロ泣いてみたいななんて思うんですけど、ちょっとなかなかできないね、かっこつきな自分がいるのかななんて思うんですけど、でもすごいですね、何回見てもやっぱり感動するっていうか泣けてくるんですよね。というわけでお話はここまでにして、やはり劇場版に行くとパンフレットとかね、やっぱり戦利品をね集めてしまうというのが僕たちファンの心理だと思うんですけども、ちょっとこれ何出るかわからない、これアクリルスタンドですね。この辺ちょっとまあ開けていきたいかなと思います。これ本当にまだ開けてないので何出るかわからないんですけど、ちょっと開けていきます。これ何だろうな。でちょっとねこれすごいことに、開始の1時間ぐらい前に行ったのに柱の方のアクリルスタンドもう全部なくなってましたので、まあ同期組になるかなと思うんですけど、誰が出るのか、さあちょっと開けていきます。1人目、やっぱ今日はねねずこで泣いたからねずこがいいかな。ねずこが来るのかな。おおおお、紙が来ました。まずははいからの、これは誰だ、え、誰、わかんない。おー、ちょっと待って待って、ハンティングじゃねえかよ。こういうパターンもあんのか。同期組が出るんじゃないの、ハンティングさんじゃないですか。逃げてるね。いや、びっくりした。ちょっとハンティングについてお話しすると、最後まあ
怯えは、まあ、小さい状態になっていて、なおかつ日光に当たるような状態ですので、炭治郎が首を切らなくても勝手に消滅するんじゃないかって、そういう意味で炭治郎そんな頑張って首切んなくてもって一瞬思っちゃうんですけど、でも改めて思ったのは、ハンティングはその罪を打ち首で償わなければならない。だからこそ太陽の光で消滅してはいけない、ちゃんと炭治郎によって打ち首にされなければならないって、そういう伏線だったのかなって思うと、あのシーンまた熱い気持ちで見られるかなって思いました。はい、ハンティングでした。マジかよ、ネズコかと思ったらハンティングか。でもさ、ハンティングが来たってことはネズコ近いかもしれない。ちょっと2つ目開けてみます。ちょっと待って、いきなりハンティングが開幕ハンティングでしたね。これも開けていこう。さあちょっとね、さあ紙が来て、ここに挟まってですね。さあ、誰が出るのか。ねずこ。今日はね、かまどねずこ。お日様さんさんと。はい、のすけ来ました。さあ、ラストチャンス。ねずこは来るのか。ねずこ。ねずこ。今日はねずこの日だろう。今日はねずこの日だろう。もうね、最後に来てくれるでしょう。ねずこさん。ねずこさん。ねずこさん。こっちかな、どっちだろう。ねずこさん。こっちかな。ねずこさん。カモン。おーおーおー、炭治郎、めちゃくちゃかっこいいじゃん。大当たりですね。ねずこじゃないけどめちゃくちゃ嬉しい。やったぜやったぜね。はい、というわけでね、劇場版のあの激闘がね、思い出されるようなラインナップということでね。いや、これかっこいいですね。いいっすね。続きまして、ランダムカード。ちょっとねずこ当てたいな。ここまで言ったらこれもやっぱりリアルタイムで開封するので、やばい、ねずこ来なかったらどうしよう。ここまででねずこ引かなかったらちょっと引き弱いチャンネルみたいな感じになって嫌なので、ねずこカモン。1枚だけ。これ何出てるの。裏だから分かんない。裏だから分かんない。胡蝶さんです。めちゃくちゃ可愛らしいっていうか、お美しい感じですね。胡蝶忍でございます。虫柱ですね。いや、いいんじゃないですか。ちょ、女性ということでね、近づいてきたね。ねずこに近づいてきました。じゃあ今度こそねずこ、ねずこ、さあねずこさんお願いします。さあそろそろね、太陽克服してお昼間ですけど、今出てきてもらいましょう。はい、お、無一郎。無一郎やった。無一郎は欲しかったんでめちゃくちゃ嬉しいです。ちょっとアクリルスタンドが売り切れになってたんですけど、柱の方はカードで来てくれましたね。ありがたいありがたい。さあこれいきましょう。最後です、最後です。さあねずこ、やばい、ねずこ来ないかも。これに、ねずこが来なかったらどうしよう。ねずこ、こやったの。ねずこ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 。でもまだありますからと思ったんですけど、これめちゃくちゃ攻めたアクリルチャームで、ちょっとこれ史上初じゃないかな。中身全部ハンティングです。ハンティングだけのランダムアクリルチャーム、すごいっすよね。ハンティングもなんかすごい出世しましたよね。ハンティングですよ、中身全部。ハンティングのどのバージョンが出るかということで、じゃあここはね、ちょっと個人的に赤戸とか好きなんですよね。別に合図とかもいいな。ちょっと誰かが来てくれると思うんで、これめちゃくちゃ攻めたやつですね。ちょっと合図、赤戸、まあ辛くでもいいんですけど、誰か来るかな。うろぎ、なんかうろぎ来そうな気がする。なんかうろぎかもしんない。はい、辛くでしたね。さあ、そしてもう一つ。中身全部ハンティング。全部ハンティングガチャ。出世したな、ハンティング。同じ同じ、またこんなことある。2つしか買ってないのにかぶった。はい、ラストミニ屏風。ここでねずこに会えるんじゃないかな。これ多分ミニ屏風なんで全員登場でしょう。やっとねずこに会えます。これはもう確定ねずこ演出ですね。ではねずこさん、カモーンということで、これ開ければねずこがいますね。はい、ねずこいるね。え、いるよね。はい、炭治郎の隣にちゃんとねずこいます。ということで、このミニ屏風も絆の奇跡、そして柱稽古ということで、記念に飾っておきたいかなと思います。開封は以上となりますが、この映画を見て食べたくなるもの、それは、じゃじゃん、大福とか、お団子とか、おはぎとか、鬼滅を見るとめちゃくちゃ食べたくなる、桜餅をいただきます。カムイさん、これ食べすぎて髪の毛ピンクになったんですけど、僕は食べすぎないように一ついただきます。こりゃ観音寺さんが食べたくなるのもわかる。そして最後に、みたらし団子が好きな人は誰でしょうか。鬼滅の刃のキャラクター、あの方です。炭治郎にとってなくてはならない存在、最高の刀鍛冶、鋼塚ホタルの古物でございます。いただきます。みたらし団子、僕めちゃくちゃ好きなんですよね。というわけで今回は以上となります。ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。